ちゃんかい。カーミラ様に立てつく小娘っちゅうのは。どうれ、ちょっとこのじじいがきついお仕置きをしてやろうかの。ほほう。女の子一人でここに来るとは感心じゃの。それじゃご褒美にわしがあの世に送ってやるかいの。あなたがカーミラ様の言ってた愛と勇気の戦士さんなの？はあ、がっかりだわ。もっと強そうな人だと思ってたのにな。あのね、お姉ちゃん、私がいいこと教えてあげる。あなたはカーミラ様のところへはたどり着けないの。だってお姉ちゃん、ここで私に倒されちゃうんですものね。誰ですか、僕ちんのお家に入り込んできたやつは。怒ったです、許さんです、泣かしてやるです。さて、お腹も減ってきたですから、早いこと片付けてやるですか。そこな小娘、ここは燃える男の熱き聖域だぞ。貴様のような生っちょろいやつの来るところではないわ。貴様なぞ指一本で弾き飛ばしてくれる。なんと、こんな小娘がゼウスの加護を受けたという戦士であったか。よかろう。ならば貴様の信じる正義とやらの無力さをこのレッドドーン様が教えてくれる。俺は嬉しいぞ。本当の力を出し切って戦える相手と巡り合えてな。さあ来い小娘、俺の炎で貴様を骨まで焼き尽くしてくれる。ほほう、あなたがゼウスの女戦士ニーナさんですか。ほほう、あなたがゼウスの女戦士シリンさんですか。しかし、こんなお嬢さんに敗れるとは、あの四精霊たちも情けない。ま、いいでしょう。おかげでこのゴールドラッシュ様も退屈せずに済むというものです。貴様がゼウスの使わした正義の戦士か。いいだろう。貴様の信じる愛や勇気など我が暗黒の前では無力だということを知るがいい。やはり来たか、ゼウスの戦士め。だが貴様ごときに私の邪魔はさせん。さあ来い。我が暗黒の力の恐ろしさ、その身をもって知るがいい。死ねえ。まさか私がここまで追い詰められるとは。だが勝負はこれからだ。暗黒よ、この小娘の魂を何時に捧げん。我に力を与えたまえ。タイムアップ。 You lost. You won. Perfect. よく来たね、ゼウスの加護を受けた戦士とやら。私は暗黒の魔女カーミラ。まさか貴様がここまで来れるとはな。だがそれもここで終わりだ。美しい。破壊は、闇は、憎しみは美しい。そして私も美しい。美しすぎる。というわけで、あなたはここで死んでください。それで全ては、ジ・エンドです。今度は手加減なしじゃ。